ヴェローチェは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2020年のサウジアラビアロイヤルカップ、2021年の神戸新聞杯。場名の由来はイタリア語で、星、早いのいから。2018年2月19日、北海道阿比良町の農山ファームで誕生。2018年のセレクトセール島裁判市場で、大野武氏に6480万円で落札され、 ノーザンファーム早北で育成の後、立党の菅井名を助球者に入球した。2020年7月5日、阪神競馬場で行われた2歳新馬戦で、川田正宮美を背にデビュー。2番人気に押されると、スタートから先手を奪い最後まで押し切って新馬勝ちを収めた。夏場の休養を経て出走した10月10日のサウジアラビアロイヤルカップでは、横山範博に、 乗り換わりとなった。インフィナイト、キングストンボーイといった、両結馬が注目を集める中、3番人気で迎えた、レイスは、不良馬場ながら、直線で外から一気に突き抜け、日着の1番人気、インフィナイトに3馬審査を付けゴール。無傷に連勝で重賞初制覇を果たした。続く朝日杯ハイフューチュリティステークスは、前走が評価され2番人気で出走。 道中10番手あたりのインに待機。直線ではバグンを縫うように据え、足を伸ばし、メンバー中、上がり最速体となる33秒後の末足で追い込むも、勝ったグレナディアガーズ23、4馬身及ばず2着に、敗れた。3歳初戦は共同通信杯を選択、唯一の別定 57kg での出走となったが一番人気に、押される。レースは、 中段から進めるも直線伸びず5着に敗れる。自走のクラシック1巻目、サツキ賞は横山が降板し、吉田隼人に乗り換わる。6番人気と評価を落としたが、道中中段の内を確保し、直線ワインをついて伸び、勝った F ホーリアには3馬身離されたが2着、タイトルホルダーに首差の3着に入る。自走は、クラシック2巻目の東京優春に出走。 サツ賞3着ながら、単勝40.9倍の9番人気と、副平扱いだったが、後方から競馬を進め、直線外からもうスパート。1、2着馬と並んで上がり最速タイムをマークしたが、1馬身、1、4差の3着。結果、クラシック2戦続けての3着となった。夏は、休養にあて、秋は、予定通り、神戸新聞杯から始動。 東京優秀歌中馬のシャフリアールが一番以内の人気を集める中、二番人気となる。道中は後方二番手を追走し、直線で馬群の真ん中を突くと最速の上りタイムで先に抜け出したレッドジェネシスを半馬身捉えてゴール。結果を出している不良馬場で重賞二勝目を手にした。クラシック三冠目、喫下賞は後方から追走、二周目三コーナーからまくり。 気味に進出すると直線、上がり3回34秒7と出走メンバー、最速隊の末、足を繰り出したが4着に敗れた。クラシック3戦は3着、3着、4着と惜しくも、クラシック制覇とはならなかった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。